ルイ・アレクサンドル・ド・ブルボンは、ブルボン長期フランスの王族、軍人。トゥールーズ博、パンティエーブル公、ランブイエ公、フランス王ルイ14世と、長期モンテスパンプ人の三男として、ベルサイユで生まれた。メーヌ公、ルイ・オーギュストは2位。5歳で、海軍帝督となり、1684年2月には、自らの名のついた連隊の連隊長となった。 スペイン継承戦争ではシチリア守備を担当した。1689年、ルイ・アレクサンドルは自身のブルターニ知事の地位と交換して牛縁の知事となった。1696年1月に陸軍元水及びフランス軍司令官となった。1704年、ルイ・アレクサンドルはスペイン継承戦争において、 敵型の英乱連合軍をマラガの海戦で損害を与えたことで有名になった。1713年、トゥールーズ白帝を購入し居住。1714年夏には兄のメーヌコーラと共に、ルイ14世の正式なフランス王位継承者とされた。また、1715年に兄が起こした陰謀には慎重に対処し、最後まで関わらなかった。 1723年、貴族の娘マリー・ベクトワールドの愛ユと結婚、一人息子、ルイ・ジャンを設け、彼がパンティエーエブル・コークライを継いだ。オルレアンコー、ルイ・フィリップ2世の妻、ルイーズ・マリーは、ルイ・アレクサンドルの孫にあたる。1737年、ランブイエの資料で死去した。ありがとうございます。